こんにちは。国際薬膳講師の十芽衣こと久美です。まだまだ寒い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。冬は冷たく乾燥した空気が鼻や喉から肺に入り込んで肺を冷やしてしまいます。そうするとくしゃみや痰、咳、透明な鼻水など様々な不調が起こる方も多いんですよね。肺というのは体の機能を5つに分けた五臓の中でも一番繊細で外からの影響を受けやすい臓と呼ばれています。そこで今日は肺を温めてくれるニンニクとカブを使った美味しい薬膳スープをご紹介します。それでは材料のご紹介です。カブ、豆乳か牛乳、ニンニク、塩。それでは作っていきます。まずはニンニクを皮ごとアルミホイルに包み、中が完全に柔らかくなるまでオーブンやトースターで焼きます。温度は200度から230度で 2,30 分ぐらいが目安なんですが、ご自宅のオーブンによって違いがあるので指で潰れるくらい柔らかくなるまで火を通してください。続いてカブの皮を剥き、小さく切って少量の油と水分を引き出すために塩を少々加えて炒めます。カブに火が通ったらミキサーに出てきた水分ごと入れ、先ほど焼いたニンニクのホイル焼きを2かけ分、中の芽を取って加えて豆乳か牛乳と一緒にミキサーにかけます。最後に鍋に移して火を入れ、塩で味を整えたら完成です。それでは肺を温め、寒さからくる不調を防ぐニンニクとカブを使った薬膳スープをいただきます。カブの優しい甘みにニンニクのコクが加わってとっても美味しいです。いつもポタージュスープに入れる玉ねぎを今回は入れていないんですけれども、それでもしっかり味に厚みが出ています。私は子供の時によくニンニクをレンジでチンしておやつに食べていたんですけれども、その時にニンニクというのはこう加熱するとホクホクとお芋みたいな食感と味に変わるんだということを知りました。ニンニクは生だと味も香りも刺激が強いんですけれども、こうやってこう加熱することによって全体的にマイルドな味になって旨味も凝縮するので、ぜひ皆さんもこうオーブンで焼いてみてください。肺を温めるニンニクとカブを使ったこの真っ白なスープを飲んで、あともう少し続く寒さに打ち勝ちましょう。十芽衣の薬膳チャンネルではこれからもこのような季節に合わせた薬膳料理をたくさんご紹介していこうと思っていますので、ぜひご覧になってみていただけると嬉しいです。また先も見てみたいなという方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして中医学や薬膳に関するお話を分かりやすくご紹介している10名の薬膳ラジオも Spotify や Podcast で聞くことができますので、ぜひそちらの方も聞いてみていただけると嬉しいです。